皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は、高知県に行きまーす。いやー、ついに来ましたか、この時が。ついに来ましたー。四国。大里四国編の始まりでございます。これは嬉しいわ。前回の動画でね、滋賀県の旅が終わって、関西の旅が一区切りつきました。はい、そうね。まあ、正確に言うと、三重県とかがまだ中途半端になっちゃってるので、うん、終わったってわけではないんですけど、まあ、一区切りついたということで、次のエリア、四国に行きたいと思います。はい、四国は、実はもう旅中、何回か行ってる場所であって、そう。だから全県一応行ったことはあるんですよ。行ったこと全部あるね。そう。だけど、ゆっくり観光したことっていうのはなくて、で、うん、国旅をね、ずーっと楽しみにしてました。いや、めっちゃ楽しみにしてた。で、多分四国の視聴者さんもいっぱい待ってくれてる方が多くって、そうそうそう、もうなかなか四国来ないなーって思ってたと思うよ。ちょいちょい。いつ来んのっていうね。ちょいちょい四国に行くからさ。そうそうそう。今年の秋冬は四国で過ごしますよ。いやー、楽しみですねー。楽しみ。めっちゃ楽しみ。早速ね、私たちが選んだのは高知県なんですけど、はい、一度仁淀川にキャンプに行ったんですけど、うん、その時にもう川の美しさとかで本当に感動して、そう、もう高知でサップをやるためにサップを買ったぐらいな感じなんですよ。そうそうそう、うん、まだね、10月の前半暑いので、うん、この時期に高知に行ってもうサップしまくろうと思って、はい、なので一番最初にちょっと関西から遠いんですけど高知まで行こうと思います。川遊びしたいということで、そう、昨日ね、私たちは滋賀県からちょっと移動して今ね、現在京都にいます。お隣京都、お隣京都に来ております、はい、この京都から高知県までの移動を、はい、動画にしようかなと思っております、はい、なんかね、調べたけど普通にめっちゃ遠いわ。遠いでしょ、うん、高知は328キロだもん。うわーってなるとどのぐらい？4時間10分おー遠いね。高速使って、高速使って、え、めっちゃ遠いじゃん。めっちゃ遠いよ。嘘、マジで。こんなダラダラしてちゃダメじゃん。じゃあ絶対いやいや、そうなんだけど、うん、到着は絶対もう夜だね。夜、夜、夜、夜。ルート的にはどこを通るの？淡路島抜けていきます。いいね。徳島に入って、徳島横断して愛媛入ったところでいきなりズドンと下に行って高知って。なるほどなるほど。兵庫通って徳島通って愛媛通って高知に行くんだ。めっちゃいいでしょ。寄り道しながら行きましょう、はい、ちょっと時間ないですけど急いで行きたいと思います、はいはい、今ね、私たちは京都の伏見におります。あれを食べないと私たちは京都から出れないんです、はい、ということで行ってきます。何回目？ライサタミンなんですけど、半熟卵を喜んで来たー、頑固麺の鶏豚骨。いただきます。うん、うん、うまっ。私たちが日本で一番好きなラーメン、頑固麺ラーメンです。うまっ。うん、はあ、美味しかった。やばい、最高だった。マジでうまい。もう京都に来たらね、頑固麺を食べずにね、京都は出られないからね、本当に、はい、もう絶対に。そういう体になってしまってる、はい、死ぬ前最後の晩餐、頑固麺のラーメンが。いや、選ぶかもね。ねえ、明日地球が滅ぶならマジ頑固麺の限定つけ麺食べたいわ。いや、うまい、本当にうまいね。時間が2時46分でございます。はい、もう3時前ですね。ここから我々は今高知県を目指そうと言っております。はい、4時間ぐらいかかります、うん、何も寄らなくてもいいね。7時です。7時です。なのに淡路島に寄ろうとか言ってます、はい、なので多分着くのはもう10時11時になるんじゃないかと思いますが、はい、着いたら高知で美味しい酒とそうでも食べますか。うわー、やばい。高知ってやっぱ酒やん。高知ってマジ酒、酒、うちら酒大好き。もう高知で楽しみ、好きだよ、うちら。それを楽しみに頑張ってください。頑張ります。はい、ということで今から高知目指します。行ってきます。高速道路乗りました。現在ここは桂川です。いろんなさ、YouTube とかを見てて、下道移動系の YouTube とかを見てると、みんなさ、上手にさ、道路の名前とかを説明してんのよ。はい、今ここは何々道の何々で、みたいな。ここは何々バイパスの何々ですね、みたいな。
も私そういうの絶対わかんないんだけど、どうしよう。道路の名前なんか考えたことがなさすぎて人生で、今なんかここが何道なのか何高速道路なのかもわからず乗ってるわけ、うん、ダメだなと思って。いや別にたどり着ければいい。なんかそういう情報みたいなのを伝えられたらいいなと思うんだけど、で今このここは何高速道路に乗ってんの今。これわかんない俺お前はわかれよ。名神高速道路、名神高速道路西宮線というところを私たちは走ってるそうです。道路に詳しい人がさ結構多くない？バンライフとかこういう車旅みたいなのを発信してる人は、ね、俺らの親世代より上の人は、うん、地図とかあしてたからめっちゃ詳しい。そういうことか。俺らって Google マップ世代じゃん。そうだから ぶっちゃけ覚えてなくてもいいのよ。そう全然覚えてないよ。親世代の人は地図とかを通ってるから、だからマップとか覚えないといないっていうのあったんじゃん。そうかそうかもね。私だってもうほっとここ最近ですよ、バイパスという言葉を知ったのは。和歌山旅の時にバイパスという言葉を知ったんだそう、視聴者さんと会う時に起こる現象が、これからどこどこ行くんですとか言うと、ああじゃあ何々道通っていくんだみたいな、あじゃあ何々道から何々道に入る感じみたいな、あ、いや、え、わかんない。どこどこから京都に来たんですとか言って、ああ、じゃあ何々道通ってきたのって、いや、わかんない。いまあなんか道路通ってきます。Google マップで。なんかの道路は通りましたみたいな感じ。道路は通るだろ、当たり前に。何道とかって言うと考えて走ったことが一度もない人生で。バスから約1時間。今、兵庫県神戸市にやってきました。明石大橋。徳島、淡路島通って、うん、天気悪ぅ、やばい、嬉しいな、なんか四国行けるの嬉しいな、兄やん、やばいやばい。香川通る？香川通る？香川は香川通らないんじゃないか。うどんチャンス。香川行ったらうどん20店舗ぐらいある食べ歩きしたい。うるさい本当に。みんな何店舗食べ歩きとか出してるじゃん、超えたい。20店舗食べ歩いてる人はなかなかいないんじゃない？無理です、そのレベルまで行きたい。やめてください。でも5杯は食べれる気する、うち朝からやればどうしても。よかったによかった。1週間うどん生活ってやりたい。香川ね、山陽道だって。山陽道にやん。山陽道、山陽道から山陽道を通ります。ナルト見たよね、ナルト。あれ、淡路島からうちら船乗ったよね。ナルト海峡見たじゃん、渦巻き。すごかった。すごかったよな、すごかった。難しい。あとすっごい美味しいハンバーガー食べた、淡路島で。うん、けどめっちゃ暑い日だったんだよ、淡路島行った日が。なんかとんでもなく暑かった。うん。玉ねぎのやつかぶらせて。そう。玉ねぎかぶった。玉ねぎかぶった。来た！あれだ！明石海峡大橋来ましたー。よいしょー、よいしょー、入ったー、うー、来た来た、ここありがとう、ありがとう、滋賀県ありがとう、ありがとう、関西ありがとう、ありがとう、サンキュー、四国行くよ、四国よろしく、四国よろしく。ようこそ淡路島へ入りました。淡路、ちょっとだけ淡路島で寄り道したいと思います。去年ね、1年前に来たんですけど、淡路島。その時になんかすっごい行きたかったところがあるんだけど、ちょうどなんかリニューアル工事みたいなのしてて入れなかったところがあって、渦の丘っていうところ、もう淡路島観光って言ったら一番に出てくるようなところじゃないかな。渦の丘でこの玉ねぎキャッチャーやろ、玉ねぎ UFO キャッチャー。何それ。多分 UFO キャッチャーの景品が玉ねぎになってて面白くない？何それ、おもろそう。おもろいな。帰ってきました、淡路島に。1年以上ぶり。事件発生しました。今渦の丘に向かっていたら、なんと本日は定休日でした。もうえって、火曜定休でした。まさかの休むんだ、週に一度。今回も渦の丘行けず、どうしよう、もうここまで来ちゃった。いや戻れないよね。え、玉ねぎキャッチャーできるところってここ以外にもあるのかな。いや、なんか何も寄らないのもったいない気すんだよな、淡路島行って。でももう結構来ちゃったよね、こっち側に。いや、もうだいぶ来てる。淡路島で寄り道失敗何も寄らず、何も寄らず行きます。高知で美味しいカツオを食べます。はい。うわー、ニアもう橋出てきた。あの橋渡ったら徳島。そう、うー、淡路島スルー。何にもしなかった、何にもしなかった。渡しただけや。まあまた来ます、淡路島。渡ります。よいしょよいしょ。あ、渦潮、渦潮なってる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 。ちょっと分かりづらいけど、
渦潮、渦潮、渦潮。めっちゃなってるんじゃないこれ。全体的になんか渦潮っぽい。あー、天気が良かったな。綺麗だけどね。入りました、四国上陸。徳島上陸、やってきました、やってきましたということで、四国に上陸しました。四国県徳島にライサタが到着。四国県徳島、間違えた。四国県徳島、もう少しちょっと脳を通してもらって、四国徳島県にライサタ上陸いたしました。徳島はね、また四国旅で来るので、その時に撮っとくとして、高知に向かいたいと思います。残り時間どんぐらいですか？2時間ちょいですね。2時間ちょい、楽しみですね。ニーヤマジで楽しみ。四国やばいわ、やばいわ、嬉しい。四国行きたいって俺ら何度言ってた動画で。本当、しかも今高知のカツオが旬らしいのでね、カツオ食べるのめっちゃ楽しみ。最高じゃないでしょうか。さっきね、高知旅のおすすめを視聴者さんにたくさん聞いたんですよ、うん、なのでこれを今から集計しながら、今日も早速ね、高知で美味しいもの食べ行きたいと思います。最高です、最高です、楽しみます。はい、現在私たちは香川県高松市にいます。はい、香川を今横断しております。これ香川抜けて愛媛に入って、その後高知って感じかな。一気に下に行って高知に。はい、現在の時刻は18時です。はい、7時半ぐらいに高知県に入る様相。愛媛入りました。トイレ行きたい。おいさ、さっきからトイレ行きたいって言ったよ。何？いやいや、さっき言ったんさ、パーキングの乗り口のさ 50m 手前ぐらいで言ったやん。うん、無理だって、それ間に合わないのよ。手前で言わないの？わかんないもんだって、どこにパーキング。 500m とかさ、1キロ前ぐらいに言ってくれればさ、すぐさ、あ、そういえばここでパーキングならなるけど、わかんないんだもん。入ってくれればいいじゃん、 50m 乗れないの？首都高もトイレないの？ちょっと言ってだからさ、あー、そこ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 パーキング入って。いや、なんか無理、事故るから。入ってくれればいいじゃん。入れません。事前に言ってください。高知県に入りました。やったー、来ました高知県。高知県上陸、ありがとうございます。現在時刻は7時半でございます。はい、やっと来たね高知。いや、来ましたね。意外と遠かった、4時間かかりました。よいしょ、高知来ました。よいしょ、着いた着いた、高知駅で。見て見て、アンパンマンの電車。あれ、アンパンマンって確か高知だった気する。え、そうなん？柳瀬さんが。高知駅到着。綺麗。綺麗。お、駅前に港南。珍しい。駅前にホームセンターって珍しくない？確かに。ホームセンターって基本なんかローカルな場所にあるイメージだけど。めっちゃ嬉しい。大黒堂さんに来ました。はい、カツオのたたきが食べられて、個室があって撮影許可が取れるお店探して、はい、ここすっごい食べログの評価めっちゃ高くて、美味しそうなお店があったんで来ました。うん、嬉しい。やばい、震えるぜ。お疲れ、にいやん。お疲れ。そして四国旅始まり、うれしい、嬉しすぎる。うまい。始まりました。始まったね。これカツオのたたき頼みました。頼みました。塩たたきね、しっかりと頼みました。美味しそう。うん、ウツボの唐揚げ。ウツボの唐揚げ、うん、このね、人気三大メニューの一つなのね。高知ってウツボ有名なのかね。ウツボで唐揚げって食べたことないかも。てか、ウツボ食べたことないでしょ。美味しい。来ました。高知のカツオ塩たたき、美味しそうすぎる。これもう味何もつけずにこのまま食べるんだって。やば。身近っていうソーダカツオの子供、1年未満のお魚。これ夏の風物詩で、うん、夏にしか取れないんだよね。そうそうそう、8月9月しか取れない、うん、最近は10月も取れるようになったって聞いて、まだ間に合うかなと思ったらありました。ギリギリつけた。嬉しい。これマジで超美味しいから食べてて、視聴者さんとかいろんな人におすすめされて、そう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 、高知行ったら絶対食べてみようって思ってたの。間に合ったね。間に合った、嬉しい。買いました。なんかもうこの時点でなんか違う。あ、なおさん、何でしょう。いただきます。うん、美味しい。
びっくりするぐらいなんかお魚臭くないっていうか、でふわふわで口の中でとろける、美味しそう。今まで食べたことない食感。うわ、ニンニクとネギと最高、分厚、これやばくない？美味しそう、これはやばい。いただきます。とろけます。うまい？めちゃくちゃうまい。嘘、よかったね。油がすごいわ。嘘。うん、やばない？うますぎない？もうちょっと生臭さあるよ普通。うん、あんま臭くない。わら焼きなのかな、周りのさ香ばしい炭の香り。そうそう、香りもやばいのよ。絶品すぎるわ。ちょっとやばくない？美味しいのかな。うまっ。嘘、うまっ。アナゴ、アナゴっぽい。めっちゃ美味しいんだけど。うまっ。こんな美味しいんだ。いつもさ、ゆうこと浜口がさ、壺取ってさ、うん、よく食べてんじゃん。だからなんかかわいそうと思って。なんか。あんな取ってね、うん。あんななんか気持ち悪いの食べてかわいそうって思ってたんだけど、めっちゃ美味しい。やばい。うん。あ、すいません、2杯目。2杯目。早くも。人生初進行。ん？え、なんか違くない？柔らか、なんかね、やばいよね。ふわふわでしょ。これ全然カツオと食感違うわ。そう、ふわ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 、うん、美味しい。やべえ、何食ってもうめえ。うわ、細かく入ってる包丁が。あ、うまそう。美味しそう。どうですか？おいしい。甘いです。ニーヤンの大好物、馬刺し。なんか冷凍じゃなくて生ですって書いてあったね。ね、好きな味。柔らかくてうまい。そう、美味しい。うん、最高じゃない。私はこのカツオをポン酢で。あ、言ってたね。さ、これ高知県民に見たら殺される発言していい？今からポン酢つけた方がうまい気する。ダメです。いや本当にうちらって最低なの。天ぷらも絶対天つゆ派だし、塩じゃなくて。天つゆさ、そう、しかもちょっととかじゃないでしょ。うん、どっぷり。しもう浸らせるんでしょ。であのそばとかの、あの最初麺だけで味わってください。もう基本的にやらない。無視すんだよね。無視す。最初からそばつゆ。全部食うんだよね。うますぎ。ポン酢つける派です私は。うまっ。レベル違うわ、ほんとに。この周りのこの、なんていうの、炭の香り、うん、が漂う感じがめっちゃ好き。うん、わかる。カツオ食べれない人も食えると思う、ね、ここのカツオだったら、ね、全く臭くないもん。高知のカツオね、うん、本場のカツオってこういう感じなんだ。マジで臭くない。うつぼってこんな美味しかったんだな。ね、ゆうこの浜口めっちゃいい暮らししてるやん。うつぼ食べれるなら絶対サバイバル生活できるかもしれん。できませんよあなたは。うまっ。あ、マミが日本酒行きたいなんて。いや、高知の女じゃき。うちのね、同期にね、高知の子がいて、うん、その子のね、方言でね、よくね、するがとか、なんとかするがとか言うだよ。あの、がって言うだよ、うん、なんとかするが。うちらラじゃん、遠州、うん、はなんとかするら、まあ、うちらっていうか、まあ、明確にここはちょっと分けてほしいけど。高知ってなんか人柄もなんか特徴的って言うよね。女の人が結構強いというか。ああ、言うね、言うね。女性が強いイメージあるし、うん、強いっていう、ね、あと酒がめっちゃ強いイメージ。めっちゃ強い、ね、マミ的にはさ、その坂本龍馬はさ、いろんな俳優がさ、うん、演じてきたやん、うん、誰が一番ハマる？いや、もう絶対陣の、うちの西洋、陣のうちの西洋なんだ。最高だよ、マジで。あれ、あの人さ、マジで惚れた。方言さ、うん、自然すぎない？すごいよね。だからやっぱ坂本龍馬かっこいい。なんない、かっちゃかっこいい。ジン、うん、の坂本龍馬やばくない？やばい、マジあんな感じの人だったんかな。そうじゃないの。マジかっこいいわ。日本は一つにしたからね。うん、同じ人いんかったらな、どうなってたんだろう。日本変わってたね。ね、ちょっといただきますよ。ペニシリン、ペニシリン、それペニシリンなわけないだろ。龍馬と龍介。美味しい。辛口って書いてあったけどめっちゃ飲みやすい。マジで？やばい、これは美味しい。飲みすぎちゃう。嘘。うん、口の中では全然辛みが来ないの、うん、ただ喉に入れた時にこの辺でちょっと来る、熱さが来る、ピリッと
うわー、それはもう最高じゃない、うん、素晴らしい、たまらん、美味しい、幸せうまっ、美味しいね、飲みやす、飲みやすい、それもミヤの方は千中八作っていうお酒、坂本龍馬が千中にて考えたという八作がその名の由来、龍馬のこの千中八作載ってるけどすごいよ、政権を朝廷に返す、上下の会議を置き、すべて公論に基づいて政治を行うこと、大名のほか世の優れた人材の中から顧問を選ぶこと、新しく国家の基本となる法律括弧憲法を定めること、大国と新たに平等な条約を結び直すこと、海軍の力を強めること、新兵を設けて党を守ること、金銀の比率や物の値段を外国と同じにするように努めること、船の中で考えたんだって、今の日本やどう？めっちゃうまい、え？めっちゃうまい、うまい？聞いてた？うん、聞いてた異国感あるね、やっぱり四国って、あるあるある、ね、やっぱ四国とかさ、九州とかさ、北海道ってちょっと本州と離れてる、うん、分かる分かる、やっぱ違うよな、空気感が、うん、若干の離島感があるんだよ、なんかあるよね、やっぱり島だから、うん、なんかさ、安兵衛の餃子、うん、さっきちょっと通ったの、さっきね、ちょっと通ったよ、屋台、そう、安兵衛の餃子めっちゃ来てます、おすすめ、あ、やばかった、雰囲気めっちゃいい、いや、めっちゃ良かったよね、うん、屋台だったよね、結構一口餃子みたいな感じで、こんなちっちゃい餃子とおでんのお店で、ラーメンも食えるでしょ、そう、広め市場、俺ら一回行ったよ、一回行った、うん、動画撮ってないけど、そう、だからあそこはね、ちょっと俺ぜひ広め市場で1万円企画、1万円企画したいね、結構来てますね、あとね、鳥心、鳥心って書いて、鳥心のチキン南蛮めっちゃ美味しいんだって、満州軒のジャンメンっていう、ジャンメンってやつ、なんジャンメンが何なのか分かんないけど、ジャンメンってやつ来てる、マジ美味しそう、うわー、うちら好きなやつだ、絶対うまい、うわめっちゃうまそう、結構あんかけとろっとしてそうじゃない、あ、やばい、これ美味しそうじゃない、めっちゃうまそう、だからすごいとろみついてない、田中鮮魚店のカツオのたたき、田中鮮魚店、田中鮮魚店なんかすごいたくさん食べれるらしい、安くて、あ、そうなん、うん、楽しみ、めっちゃ楽しみ、やばい、ワクワクするね、マジで、高知の一番街です、一番街、アーケードになってる、お酒飲んだ、結構めっちゃ美味しかったね、やった最高です、高知最高のスタート、始まった感あるね、ああこれから高知旅楽しみます、はい、皆さんぜひおすすめたくさん送ってください、教えてください、おやすみなさーい。